お疲れ様です。みこです。皆さんお元気でしょうか。こっちであんまり最近喋ってなかったんでね。はい。で、今日はどういった要件の動画かと言いますと、皆さんラジオトークダウンロードしてっていう話です。はい。もうしてらっしゃる方はありがとうございます。私ラジオトークで結構ずっと喋ってて、まあ、なんで最近この YouTube の方でこういう雑談系の動画を出してないかというと、ラジオトークで1日2回喋ってるからなんですね。もうそこで世の中に対して言いたいことは全て言い尽くしてしまってるので、もうこっちはちょっとまあ演奏とかそのちょっと画像があった方がいいかなっていうようなことをやってらしてもらってるって感じなんですけど、まあそのなんでラジオトークを落としてほしいか、ダウンロードしてほしいかっていうのは2点今日。ふみこと非公開の話ですね。ふみこと非公開ありがとうございます。皆さんいろいろ申し込みいただいて、おかげさまで7月3日はいっぱいになりました。すいません。もうちょっと締め切っております。はい。Twitter からの、申し込みということで。で、その次、8月13日、渋谷で非公開やりますっていうのが、申し込みが始まってます。すいません。ここの下に Google ホームがあると思うんですけど、そこから始まってまして、いつやったかな。27日まで、6月27日まで、とりあえず一回そこで、締め切ります。で、一応20人ぐらいで考えてるので、そこをもし超えた分は抽選になります。で、なんでラジオ投稿の、アプリを、ダウンロードしてほしいかというと、その受付とか、まあ、申し込みはこの Google フォームからで行ってるんですけど、これも実はラジオトークさんがやってくれてるやつで、あと抽選とか、あとは申し込む時のその参加費の支払いとかが全部ラジオトーク内で行われます。今回ラジオトークさん協賛ということで、交通費とかいうのを全部ラジオトークさんが出してくれているので、そのラジオトークさん内でやります。なので、もし行きたいっていう方はラジオトークさんの中からいろんなことやらない連絡とかあると思うので、はい、お願いします。っていうのが言って。だから、まあ、ふみこと非公開、その次は9月の19日かな。それは大阪であります。これはまだ受け付けてます。もう今、7、8人入ってるかな。一応ね、15、6人で締め切ろうってしてるんで、ちょっと人数わかんないんですけど、うん、ですね。あと10月も、大阪の天馬橋の方であります。で、11月も天馬橋の方で一個決まってます。はい、ので、またその辺は、まあ、大体ツイッターとかで出ますね。すいません。よろしくお願いします。で、そういう話は、ラジオトークの、そのトークでもやってるし、ライブ配信なんかでもちょいちょい話してますんで、まあ、よろしければね、この機会に。そして、そのラジオトークで、現在2個目の、問題なんですけど、収録トーク総選挙っていうのやってるんですよ。その、誰が、収録そういうトークを出してるのナンバーワンを決めろみたいなのやってて、まあ、それはその専門家が決めてるとかじゃなくて投票なんですよ。で、現在ふみこ2位につけてるんですよ。なので、もしよろしければそのラジオトークまだ手つけたことないねんっていう人で、まあ、やり方わかるっていう人はアプリダウンロードしていただいて、私に紙トーク、投票券っていうやつが送るやつがありますんで、それを送ってほしいんですよね。それ50コインほどするやつなんですけど、多分登録した時点で100コインプレゼントされると思うんで、1枚だけでいいんですよ。1人1枚しか有効じゃないんですよ。よかったらやってください。あとはまあ、いつも聞いてるよって人でも、ご家族のアカウントとかございませんか？iPad とかございませんか？皆さんね、そういうのでなんかこううまいこと集めれそうな、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ実は今のところナンバーワンがもののけさんって言って、まあちょっと YouTube 見てはる人はもののけ調べてみてください。多分20万人ぐらい登録者数やる方なんで、ちょっと勝てる気はしないんですけど、まあまあいけるとこまでね頑張ってみようかなと思ってます。はい。というわけで、まあもしね良ければぜひよろしくお願いします。トップが取りたいとかナンバーワンになりたいとかじゃないね、賞金かかってる賞金そこ大事やからね。もう生きていくの必死系ワイオリニストやからね。はい。というわけで、まあよろしくお願いします。だから非公開の申し込みが今やってるよと、あと総選挙明日までやね。今日は23日24日の夜中まで、うん。なので、まあ、もしね、忘れとったわ、みたいな人は、いつも聞いてるけど、そういや、最近ちょっと忙しくて聞けてへんけど、忘れとったわ、みたいな人は、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。YouTube は、ここのとこね、あんま増えてないんでね、私もね。違うね。めっちゃ入れ替わってんねん、YouTube。いや、わかってるよ。多分喋らへんようになってからでしょ、私が。YouTube、全部わかってるよ。YouTube 今、めっちゃ増えてん、めっちゃ減ってんねん。同じぐらいね、その数が。だから多分、演奏が多くなったことにより、喋りを聞きたかった人は多分外してはるんやろうし、まあ、それは全然いいんですけど、ってことかな、と思っております。そうです。はい。まあ、でも、結構ね、もうずっと、ラジオトークでひたすら喋ってるのでね、こっちでもう喋ることないわというかね。もう世の中に対する不満はもう、てかそもそもね、最近仕事あんまやってへんから、やってへんからって言ったらおかしいですけど、音楽教室やったりとかね、そういうこうクラシック的なやつとか受けてないんで、こう不満はないですね。その自分が好きじゃないものをこうやってるとかじゃないからね、あんまないですけどね。うん。まあまた非公開とかね、アンサンブルクラスとかはやってます。はい。
さてさて、じゃあちょっと振り返ってみようかな。このまああとはもうそんだけ今日の重要な事項はもう終わりました。はい。6月結構ね、一度動画、その演奏系の動画上げたんで、これちょっと解説していこうかな。自分で自分の動画を解説する。まあ6月まだ終わってないけどね。そう、5月の末にね、その、受験、うち、私がやってるバンドの、博多尾道受験ツアーっていうのがあったんでね。まあそれが結構ツアー的なのは結構初めてかな。東京1日だけとかね、そういうのはあったけど、その1本だけとかね、なんかこう順番に移動していくのとか、まあ2本やったけども、3本か。ね、なかったから結構楽しかったなって思いますね。まあこれまた、秋とかなんかあった気がする。うん、いろいろね。まあ活動していこうかなと思うけど、まあそう、あれやね、やっぱバンドってさ、初めはやっぱその音楽やりたいっていうので集まるじゃないですか。で、うちらってもう結構ええ年してる人が、のミュージシャンが集まってるバンドなんで、まあみんな器用なんですよ。でも他にも仕事もいっぱい抱えてるし、まあそのプロなんやけど、そのバン、あのプロなんやけど、そのバンドがその生計を支えてるもんではないから、そういう意味ではアマチュアやね。うん、そのなんていうの、音楽を生業にしてるんやけど、みんなそれぞれに教えてたりとか演奏したりとかあちこちでやってて、でその中のメンバーが集まってきて、まあ受験っていうになってるっていう感じだよね。それぞれでやってて、そうで、だからまあこうやってでもね、動き始めるとね、もう何が面倒いって、その事務手続きやね。まあ私ほとんどやってないんやけど、その宣伝やったりとか告知やったりとか、お金の計算やね、うんとかね、そうライブハウスの連絡とかね、なんかそういうのが別にマネージャーがいるようなバンドではないので、めんどくさい、そっちがめんどくさい。うちらね、音楽やるの得意なんやけど、そういうのがめんどくさい。結局だから世のバンドがなんかうまいこといかへんくなるとこってそこよね。で、解散するときに音楽性の方向の違いって言うね。音楽性の方向の違いって言うといたらね、とりあえず丸く収まるっていう。そうそう、そんなんがあって、それの話から始まってるんですよ、6月ね。で、ふみこと非公開やります動画あって、あとはそうか、ライブの様子とか結構流してたんかな。うん、まあ、トプシーにしろ、ジュゲンにしろ、なんかライブを最近撮ってて、それを、その、うまいこと編集して、音をちょっと良くしたりとかしてね、ライブで、YouTube ライブで、ネット環境がいい場所であればライブ配信するんやけども、やっぱネット環境があんまりよろしくないとすぐクルクルしたりね、音もあんまりブチブチ切れて良くなかったりするので、まあ私としてはあんまりそういう演奏を全世界に配信したくないっていうのがあって、うん、だけど、まあまあ、ここはマストやなって思うとこは最近なるべくするようにはね、してるんですよね。まあ、ラジオトークでは結構やってます、普通に。ラジオトークはめちゃくちゃ音がいいんでね。ネットがあんまり良くなくても音がいいのでね、やっぱ画面の分がね、容量いらんからね。そうです。7日に出したあれかな、トブシのやつが。これも、トーク全部カットしてるんですよ。まあ、その辺のグダグダした感じで出してもいいんですけど、演奏者の方もなんかまあ、その時の雰囲気でノリで喋ってたりするから、まあ動画にしてしまうとまあちょっと間延びするかなっていうので、その辺はバッチリ切っちゃっても音楽だけバーって繋ぎ合わせてるんですけど、実際の私らのライブっていうのは喋り半分ですね。はい。40分のうちの20分喋ってるみたいな感じなのが多いんで、その、こういう喋りを聞きたいんやみたいな人はもうぜひ現場に来ていただいた方が、もうめっちゃ、おもろいと思います。関西的なノリなんで。あ、トプシーもトプシーで、梅田さんっていう人が結構、天然な人やから、なんか面白い話が聞けるし、まあ、ジュゲンフなんかもう完全に芸人の域に達してるんで、皆さんね。芸人さんは尊敬してますけどね。うん、なので、まあ、もう大阪で育ってきた人だったしだ。あと次か、これ。ふみこブログ的な。あれか、弦書いたり、録音してたりする。あ、ラジオトークのやつとか出したのかな。うん、違うか。忘れた。もう喋った内容忘れた。あれか、リアルタイムアタックか。弦を何分で変えれるかみたいなね。そうそうそう。リアルタイムアタックっていうジャンル好きでね、私。とにかくどんだけ早くできるかっていうね。まあこれは散々ラジオトークでも喋ってますけど、あるよ、ゲームね、ゲーム配信見るのは私趣味なんですけど、ゲーム配信とかでリアルタイムアタックっていう、まあ、ジャンルがあって、そのいかに早くゴールするかっていうの、あれめっちゃ好きでね。うん、だからまあ、リアルタイムアタックは世界を救うと思ってますね、私はね。はい、その次から結構曲を出していって、あ、エルビスがね、エルビスっていう映画が7月から公開やっていうことがあって、私エルビス結構好きなんですよね。いや、そこまで好きじゃないけど、いや、イメージ悪い人じゃないの、私の中ではね。なので、ぜひ見に行きたいと思ってるんですよ。で、まあそんなことがあって、あ、エルビスの曲なんか弾こうと思って、この好きにならずにいられないと冷たくしないでから、これいろんな人で出してますよね。なんかね、まあまだ出ると思いますね。好きになる。あと6月船歌、これチャイコフスキーの曲を、これね、結構ね、ジャズの人がよく取り上げてるんですよ。で、その、多分、コード進行が、なんか、もう、枯葉と全く一緒でね、頭ら辺は。うん、なので、その、まあ、ジャズの人なんかが取り上げやすいんやろうなと思います。
うん、だから私はこれチャイコフスキーの元々のピアノ曲は知ってたけど、自分で弾いたりしてこう思い入れ、入れがあるわけじゃなくて、ジャズの方からええ曲やなと思って、あれ出て、まあ6月なんでね。チャイコフスキーのなんか曲集ですよね。なんか1月から12月まであるみたいなね。なんかそれ、船歌ですね。はい。その次、6月15日が、これあれかな。これはシオンか。カホンが入って、そうやね。原田くんが入ってくれた日の、あれですね。やっぱね、人数増えれば増えるほど楽ですね、バンドに関してはね。クラシックはね、人数が増えれば増えるほど合わなくなってくるんですよね。なんですけど、バンドに関してはリズムカチッとしてるんで、もうリズムはリズムの人、カホンが入れたカホン、ドラムが入れたドラム。で、私はもうメロディーを担当してて、まあ、あの時は後ろがツッツやったから、ツッツが、ピアノっていうね、コードはピアノがやってるっていうのをもう完全に役割分担するんで、もう工場のように、はい、私こっち行きますっていう。だから、その、クラシックとかって、それ全員がやるじゃないですか。例えばカルテットで合わすとかなったら、リズムを担当してのも全員がリズムを、考えるし、まあ入れたりするしね、クラシックはね。で、じゃあもう低音はずっとチェロが弾いてるかって、そうでもなんかチェロにメロディーが回っていくこともあるしね、こっちが刻みとかあるし、なんかこう動くじゃないですか。だから全員で共有しないといけなくて、なので練習の時とかにこうどうする、ああするってこう決めると思うんですけど、なんかその時に正しい、正しくない論争みたいなのが始まっちゃうんですよね。あなたのリズムちょっと狂ってますよみたいな。で、特に中にちょっとこう、なんていうの、友達とか言ったらいいんだけど、みんな同じ年の友達とか言ったらいいんだけど、ちょっとこう、先輩とか後輩とか、もうすごいベテランさんがいてるとかなってくると、なんかその人のレッスンみたいになってくるんだよね、なんかね。で、なんか私と合わない、もう一回やって、みたいな。ちょっとセカンドさんだけ一人で弾いて、みたいな。あれめっちゃ嫌。バンドではありえないよ、それは。うん。リズムが、もしおかしくなったら、それは、リズムの責任やから。その私の責任じゃなくて、その、例えばその次元でリズムが狂ったら、それは原田くんの責任やから。私の責任じゃない。で、まあ例えば、もう原田くんはないけど、そんなことないけどね。でももしそういうので、あ、ちょっとこの人リズムめっちゃ狂うねんなって思う人とは、次からやらんかったらええっていうのが、バンドとかジャズとかの方向やと思うんだよね、私はね。うん。で、気に入ったメンバーでやってて、今日このメンバーでここの会を楽しむんやったら、なんかちょっと変やなって思って、変やなって思わへんと思う。多分なんかそのリズムとかも、はい、任せたってなったらもう完全にそこに乗る。自分の思って描いてるあれじゃなくても。でもちょっと行きましょうか、これやりましょうか、どれくらいで行きますとか言ったらテンポこれくらいでとか言って、もうツッツが入ったら、そのツッツのテンポに乗、あれちょっと思ってたよりゆっくりと思っても、別にそこで早くしてとか言わないです。それはツッツが決まったテンポなんで、私はそこに乗りますっていう感じ。そのテンポでいかに歌えるかが私の腕の見せ所でしょうがっていう方ですね。どっちかというとね。うん。だから考え方が全然違うので、私はこっちの方が合ってますね。はい。次ですね。何の話やったっけ。そう。で、次、冷たくしないでエルビスが16日に出て、17日に何を思ったか急にハリーポッターね。うん。これなんかね、譜面整理してたら出てきて、ハリーポッターも全然アレンジしてます、途中からは。ジャズワルツにしてて、なんかこれ面白そうと思ったんで弾いてみました。まあその梅田さんが後ろピアノで弾いてくれてるんですけど、梅田さんに関しては映画音楽とかを一緒に2人で弾くことが多いんで、まあちょっとやろうかなと。はい。19日が新宝島ですね。これは大阪の駅前の大阪駅の近くの島村楽器でアンサンブルクラスっていうのを月1回やってるんですけど、そこで今練習し始めようとしている曲ですね。新宝島なので若干簡単な感じになってます。演奏特に3番目のパートとこは本当にもうファーストポジションしか出てこへんし、その結構最近始めた人でもまあ楽譜がなんとか追いつける人やったら弾けるっていう内容になってるやつですね。はい。で、なんやらかんやらってふみこブログがあって、このふみこブログの日にじゃあ20日か2本載せたんで、皆さん1本目落としてません？なんか再生数がめっちゃ回らへんかったから、いつもふみこブログはVlog ねはめっちゃ回るから、愚かしいなと思って、まあ、日本の下から2本目を見てしまったのかなとか思って、要は、まあ、たまたまかもしれないけどね。まあ、そう、いろんな、まあ、原因はありますけど。もう内容やとは考えない。これね、配信者あれやれやと思うんだけど、YouTube の中身が悪いから再生されないっていうのはないからね。ほとんどサムネイルやから、悪かどうかって、あとは出す時間のタイミングとかやから。はい、まあ、それはそれで、これ、ふみこブログ結構面白いんで、なんかこう、私この新宝島にしても、昨日とかに出たウンバルンバの曲にしても、何人かで合わせるっていうのやってるじゃないですか。で、それのなんか裏側みたいなのが、
これをこれこうやって引いてこうやって引いて合わせて出来上がったのがこちらみたいなの3本クッキングみたいなことやってるんで、よかったらね、見てくださいね。その次がトップシーン生配信の様子。あ、これはラジオトークに配信したやつを実は横から撮ってて、最後私映ってなかったんやけどやってねって引いてるって感じですね。これね、この時まあそのまあつまりはその裏側を言うと、その、ま、あの梅田さんに来てもらって、動画を撮って、それでこういう生配信だから半分動画撮って半分生配信みたいなことをまあその日一日したんですけど、実はこれ私梅田さんを雇っています。ちゃんとお金払って、ミュージシャンはタダではないです。なのでね、まあできたらね、こういうのこういうのがこうだんだん収益にね回せていけたら、今のところ赤字ですね部屋もね借りないといけないからねと思ってるところで、まあまああのライブがあったらね、あそこで取り戻せるという感じではあるんですけど、うん、はい。その次、6月21日はうっせぇわ。これは文子と非公開で弾く曲ということで、うっせぇわも入ってます。はい。もし普段レッスンとかで結構ゆっくり弾けるようにあのするために、その初めはゆっくりから練習するみたいな感じで練習していらっしゃる方っていうのはちょっと信じられないかもしれないですけど、これ非公開でこのテンポで弾きます。はい。なのでもうこのテンポで弾けるとこだけ弾いてもろたら全然 OK やし、非公開の様子はね、ラジオトークでは流します。うん。ちょっとあの皆さんがいらっしゃるんで、多分 YouTube では流せれないと思いますね。ちょっとみんな映りたくない人とかもいるやろうから。はい。音だけは流しますんで、もし良ければ皆さんそこを聞きながらね、参加してもらって、またその、後々ね、これからまあ続けようとは思ってるので、やってもらっていいかなと思います。あの、今ね、で、その、これまあ引っ越して何ヶ月か経ったんですけど、まだちょっとそのスタジオを、その、あの、私のこのね、家の周りから通えるぐらいのところにあるスタジオを全部回りきってなくて、そのネット回線が強いとこを探してるんですよ。もしそこが分かれば、そこ借りて、そのネット上で非公開で、一時家とかでからね、その昔はもう鈴木とか弾いてたんですけど、やってたようなことをやりたいんですけど、今ここは音出せないマンションなので、あの、大阪市内の大阪のすごくこの繁華街の震災橋の近くとかで防音が完備してるとこって言ったら、多分借りるのに20万は払わないと、家賃、借りれないと思って、ちょっと今無理ね。で、それなので、まあちょっと探してるんですけど、なかなかね、私が一番近いところにある便利な、あのところがネットちょっと弱くて、ちょっとね、ネット配信は無理そうなんですよ。で、いろいろ今、あの、順番に練習しがてら、そういうところ、動画撮りがてら行ってみて、配信、あの、ネットチェックして、ここ配信できるような。この間、神戸行ったところがあって、神戸はちょっと家から遠すぎるんでね、はい、ちょっと今探してるところです。また見つかったらネット上でもね、やろうかなと思います。どこまで行ったらうっせぇわ行ったな。はい。で、昨日、チャーリーと、チョコレート工場のウンバルンバ。なかなか力作やったでしょ？あれ一番初めに弾き始めたのって、オクターブ下げてエフェクターで。エフェクターじゃないな。あれは何も繋がってないから。ね、あの、ソフトで落としました。1オクターブね。うん。なので、ちょっとあのバイオリンでは出ないような音が鳴ってると思うんですけど、あの曲なんかテンション上がりません？好きなんですよ、私ね。ちょっと英語音楽あさってて、それこそハリーポッターとかも出てきたみたいに、いろいろね、弾いてて、はい、チャーリーとチョコレート工場っていうのをね、やって、あの、弾いてみました。ああいうの楽しいですね。うん。まあ、これはちょっとその動画を編集したりとか、音源を作ったりする技術がいるんですけど、いや、まだまだその辺は適当、もう素人の域なんでね、なんか身を見まねでやってるって感じですね。はい。今後ね、今んとこね、あと3本ほど入ってるんで、もうちょっと出ると思いますね、またね。まあ、これはまた、今度はやろうかな。ちなみに今晩出るのはあのゲルハルトの休日って言って私の曲ですよね。あのじゃあ私っていうか受験の曲でね。はい、あのの文子と非公開で取り上げようとしてる曲です。はい、あのなんてことはない音階練習の曲、音階ドレミファソラシドってやつね。をあのかっこよく伴奏をつけたらどんな曲になるかなっていうところから始まって。まあそのみんなで弾く曲をちょっとずつ増やしていこうと思ってて、1曲目出したんがアンナの休日やったんですね。これもそのうち出そうと思ってますけど、そうなんです。でなんですけど、そのゲルハルトの休日っていうのは2曲目やったんで、だから1個目は長調な感じだったから、次短調でいこうかなと思って、ゲルハルトの休日、ゲーモール、うん、Gマイナーはでの、と短調の音階をただただ弾くと、それを全力でバンドが伴奏してみたみたいな曲になってます。はい。だからあのまあ、難しいパートとかもちょっとあるんで、そっちを弾くのはなちょっと難しいかもしれないけど、あのいわゆるメインパートはソラシドレミファソしかないです。うん、ないことはないけど、まあなんかそれが行ったり来たりして、ちょっとなんかちょっと草生えたみたいなぐらいのレベルですね。なんですけど、あのカラオケに合わすのがめっちゃむずいです後ろが全力で弾いてるから余計にむずなって、いつも私これライブで弾くとき超むずいんですけどね。はい、まあそんな感じですね。
あとね、今ちょっとここで控えてるのはね、ちょっと最近 TikTok 見始めて、TikTok 面白いなと思って、パクとハビットを控えてます。はい。これちょっとどのタイミングで出るかわかんないんですけど、一応もう編集が終わった状態になってるかな。うん。あとはなんか、あれ、弱音吐きとか、あの辺とかも、はい。うん、撮ってはいるんで、あとは、ね、動画編集して出すっていこうかなと思っております。ってなわけで、まあ、まず動画の解説やったんですけどね。はい。まあ、よろしければ動画も見返してもらったら、ね。はい。一応ね、そういうなんかチアリとチョコレート工場とかの、ほら、何人かで弾いてるやつあるじゃないですか。あ、まあ、一人のやつもね、よう聞いたら後ろでハモってたりするの、全部譜面に起こしてます、私。私は譜面を起こし人間なので、まあ、その場で作ってもいけるんですけど、譜面に書いた方が、なんかちゃんとしたのができるので、はい、そんな感じで、まあ、また出していこうと思います。雑談系の方は本当ラジオトークで出してるんで、よかったらラジオトーク。ラジオトーク今のところ今2万3000人ぐらいね、おかげさまでなっているんですけど、まあ、喋る方はそっちの方がやっぱね、スッとスマホ構えて喋れるんで、やっぱね、YouTube だとこれ今撮って、これを編集して、YouTube にアップしてっていう、その作業が、まあ、仕事とか入ったり、なんやかんや入ったりしたらできなくなっちゃうんでね、そのラジオ撮るのが早かったりとかいうのはありますね。この間そのライブ配信した時に、みんなで、ね、リクエストをね、で、その中で、その譜面とか、音源が手に入りそうなものっていうのが、全部はなかったんですよ。1、2、3、4、5、6、7曲あったんで、ちょっとこれは順番に出していこうと思いますね。カラオケに合わせて。まあ、そんな感じで、はい、やっております。よかったらラジオトークね、投票券よろしくお願いします。で、まあ、それとは別にね、こういうなんかこう、それこそその新宝島みたいな楽譜っていうのは私は毎回楽譜で起こしてますんで、依頼は全然受けます。ツイッターから連絡いただければ、まあ、知り合いの方やったら LINE とかでも全然いいです。私に関わったことある生徒さんとか先生とかやったら全然いいんで、まあ、その辺は相談で。大体ね、バイオリン2本のデュエットみたいになったら5000円ぐらいで書いてます。で、その、アンサンブルみたいな、3パート、4パートぐらいにこう分かれてたりするのとかやったら、大体1万円ぐらいで書いてます。はい。まあ、動画も出しますけどね。うん、そうです。ってなってるので、まあ、もし先生とかでね、見てらっしゃる方とか、あと発表会で弾きたい曲があんねんけど、それの楽譜が出てへんねんみたいな方で、まあ、そこまでお金出しても OK っていうんであれば、私全然起こしますし、模範演奏で YouTube に出しますんで、はい。よかったら、ぜひぜひ、まあ、それはどこからでもいいですよ。別に。私につながれば。一番私がオープンにして待ってるのは、Twitter ですね。うん。なので、ぜひぜひ、その辺も依頼お待ちしています。これからちょっとバイオリンは、もう秋までは音鳴りません、バイオリンは。もうこれは諦めて。もうどんだけ家を、すごい快適に、除湿機かけてドライにしてても、外がもう困難なんで。もう日本は熱帯なのね。はい、無理です。なので、こっから、まあ、10月ぐらいを、なんか偉いなるなみたいな日が訪れますので、10月の末ぐらいかな。その辺から翌3月ぐらいまではバーリンはなります。うん。ですけど、そこまではもう、全然下手になったわけじゃない。それは全部バーリンが悪いんです。はい。あ、てか、気候が悪いですね。やっぱ木でできたものやから。うん。なれません。もうしゃあない。それはしゃあない。ならないまま、秋まで頑張りましょう。ね。なわけで、今日はこんな感じですかね。はい。ではでは、お疲れ様でした。